大きにドラちゃんです。はい、今回なんですけど中山道61番目の宿場サメガイ塾に行ってきます。舞原駅で乗り換えです。大垣行きの電車に乗ります。一駅で着くんですけど、見てもらったら分かるんですけど岐阜県の関ヶ原からものすごい近い場所になります。はい、サメガイ駅に着きました。目的地のサメガイ塾は駅からまあまあ近くにあります。で、ここに関してなんですけど水がめちゃくちゃ綺麗なんで水が有名です。米原市のサメガイはニジマスの養殖が有名な場所です。で、こちらの金谷食堂さんなんですけどニジマス丼がですね1日こう数量限定で食べれるみたいなんでちょっとお腹が減ったんでねこちらの方でニジマス丼を食べようと思います。はい、店内に入りました。なんかこう昔ながらのご飯屋さんっていう感じでものすごくこう雰囲気が、場所ですね。注文したニジマス丼がやってきました。めっちゃ美味しそうですね。なんか色合いなんですけどサーモンよりもちょっとマグロに近い色のオレンジって言いますか、なんか思いっきりオレンジ色っていうような身の色ではないですね。はい。で、この出汁なんですけどこのまあ半分ぐらい食べた後にですねこの出汁をかけてお茶漬けみたいな食べ方すると美味しいみたいです。はい、それでは早速食べようと思います。いただきます。はじめ。ごちそうさまでした。はい、それではサメガイ塾を観光しようと思います。はじめ。ちょっと中を見学させてもらいます。いや、空気もねめっちゃ美味しいですわ。こんなん言うとあかんねんけど普段よう大阪に僕おるんでね
っぱ大阪におったらね、肺がやっぱ汚れるから、こういう田舎のね、ええ空気やっぱり吸いに来なあかんなと思います。しかも同じ関西やのにね、全然ちゃいますやっぱり文化がね。はい、ほんまね、こういう米原ほんまええとこですわ。見てください、これ水めっちゃくちゃ透き通ってません？なんか雰囲気またええ感じになってきましたね。もうなんか僕ね、こういうとこほんま好きなんですよ。でさっきも言うたけど、マジで空気がうまい。はい、この植物なんですけど、バイカモって言って、まあ、サメガイ塾のね、見どころの一つではあるんですけど、まあ、梅の花に似たね、白い花が咲くんですよ。で、5月から8月下旬までがね、シーズンみたいです。ほら見てください、綺麗ですね、美しいですね。ちょっとマニアックな話になるんですけど、ハリオって魚皆さんご存知ですか？多分知らん人が多いと思うんですけど、かなりねこう減少してるんで個体数が少ないんですよ。でこちらの地蔵川っていうのはこの保護地区になってるんで、この珍しいねハリオが生息しております。いやもうマジで水が透き通ってますよね。めっちゃ綺麗です。いやマジでな、ほんま同じ関西やと思われへんな。まあ言うても俺も京都やねんけどな。京都もまあまあ自然多いけどな。あの大阪ディスってるわけちゃうねんけど、自分らあの淀川の水ばっかりあの飲んどったらあかんで。たまにはええとこの水飲まなあかんで自分ら。はい、じゃあちょっとここらでね、旧問屋場の中をね見学させてもらおうと思います。
はい、ちょっとね、僕ね甘党なんで、休憩がてらにね名水まんじゅう食べようと思います。この長寿屋さんってね、名水まんじゅうで有名なお店みたいです。でこちらのお店なんですけど、江戸時代から続いてます。でイサメの清水っていう名水を使って水まんじゅうを作ってるみたいです。名水まんじゅうが来ました。いただきます。ごちそうさまでした。さあ行くぞ。水が綺麗なんでね、ずっと水を見てしまいますね。はい、ということで駅まで戻ってきました。いやー、めちゃくちゃ良かったですね。今回の動画が良かったなって思っていただいた人は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ほなまた次の動画でお会いしましょう。ドラちゃんでした。バイバーイ。